まずね告知なんですけど、明日からかな、確か、よ明日からか、セルフプロデュース生写真の予約が始まります。今回はバレンタインがテーマなんですけど、私過去一いい写真が撮れたので、ぜひたくさんの方にゲットしてほしいなって思ってます。よろしくお願いします。いやめっちゃ頑張ったと思うの今回。そう、もうね、あのツイッター、私のツイート、ツイッターとか見たら多分あのリツイートとかされてるから、そう、ぜひ見てチェックしてください。よろしくお願いします。そう、過去一いいものが撮れたと思うの、バレンタインがテーマなんですけど、めっちゃ頑張ったのでめっちゃ頑張った。なんかね、そう、そう、なんかあの後ろの背景とかも、なんか私が持ってた板チョコみたいなのも全部手作りで描いて、そう、めっちゃ、そう、なんか私、そう、バレンタインらしい道具が一個もなくって、だからそう、どうしようって思って、だからもう全部手書きで描いて、そう、頑張りました。そう、ちょっとね、なんかインスタ映えしそうな、インスタ映えす、なんかインスタ映えスポット的なのによくありそうな感じです。そう、もう私には紙とペンしかもうなかったから、これを使おうと思って頑張ってね書きました。そう、頑張ったのでぜひゲットしてくださいお願いします。はい、ということで、今ね、今日から17ライブでバレンタイン企画のね配信がありますよね。多分皆さんもね、なんかどっかの配信見るんじゃないでしょうか。はいね、そう、なんかね、いろいろ泡立て器とかも使えたら本当は良かったんだけど、ちょっと使えないなって思ったので、そう、今回は紙とペンと空き箱使ってそう、なんか空き箱はあの板チョコのやつを後ろにあの厚紙代わりにその空き箱を切り抜いて貼っつけてちょっと強化しました。そう、フォローしたよ、ありがとうございます。でもめっちゃ頑張った今回。そう、あ、初見さん、ありがとうございます。そう、私ね、あのご飯前にね、すごいあの1時間ぐらいね寝てしまって、もうすっごい足がしびれたんですよ。あの、なんて言うんだろう、ベッドに、なんて言うんだろう、ベッドの上に寝るんじゃなくて、なんかベッドに、なんて言うんだろう、ベッドに、あの机で寝るような感じで寝てしまったので、足めっちゃしびれて、なんか10分ぐらい動けなかったしびれすぎて頑張って椅子まで移動して、もうすっげえ、もうマジしびれて、足がいったって思って頑張りました。そう、頑張りましたちょっと我慢して、めっちゃ痛いなって思いながら、そう、ちょっと寝るつもりが1時間ぐらい寝ちゃったんですよ。まあ、寝不足とかではなかったんですけど、本当に眠くってすやーってなったので、そうびっくりしました自分でも。
そういえばなんかあれだよね、ちょっと思い出せないんだけど、あれだよねっつって、そう、あのコナンのなんだっけ、これあの赤いファミリーの総集編のさ、あれがなんだっけ、ヒーローの不在証明、不在証明でいいのか、これは合ってるかな、合ってると、あ、いいのか、なんかね3週間限定上映みたいな、めっちゃ気になるんだけどね、もう多分行けないだろうけどね、めっちゃ気になるんですよこれが。そう、ね、今年はあのヒーローの弾丸が4月に上映されるっていうことで、そう唐突に来ないそう唐突に今日からだなって思って、今日からだっけ、明日から、今日からどっちだ、あ、昨日からだ、昨日からです、昨日からね始まって、めっちゃ気になるんだよね私、まだ赤いファミリーに関してはまだまだね知らないことが結構あるから。そう、でも多分、まあ多分見に行けないので、私は U-NEXT でちょっと勉強というか U-NEXT で見てから行きたいと思います、あのヒーローの弾丸にね。そう、コナンもね私なんか好きなんですけど、結構基本映画しか見なくって、あのテレビアニメもちょいちょい、あの昔結構見てたんですけど、やっぱりそのなんだ、結構なんて言うんだろうな、あんまりね、そのキャラクター、そのコナンの中でも特になんて言うんだろう、すごいストーリー進展で重要な話、まあ、黒の組織だったりとか、そういうのにあんまからそういうのに絡んだお話はそんなに見てないから、そう割とちょっとね、赤いファミリーに関してはまだまだ本当に知らないこといっぱいだからね、見たいなって思います。やっぱね見てからやっぱ知ってた方が多分映画も楽しめると思うので、そう、その前に夏目友人帳、そうな、夏目友人帳ね、なんかあの今ファミリーマートでコラボ、ファミリーマートであのなんか対象商品買ったらなんかもらえるやつも無事ゲットして、なんか3月にはねまた一番くじが発売されるみたいで、それもめっちゃ可愛いんだよね。そう、一番くじ私あの好きっていうかよくチェックしてるんですけど、一番くじは、そう、また夏目友人帳も出るってことを今日知って、そう3月にめっちゃね楽しみ。あー、クッキーかわいい、クッキーというかビスケット食べたくなる。あのね、昨日のフェイスブックのお題が好きなお菓子だったんですけど、まあ、私はなんだクリームサンドビスケットって書いて、まあ、一応ビスコなんですけど、もうビスコなんですけど、ビスケットとかクッキー好きだからさ食べたくなるよね。クラッカーとかも好きなんですよ。そう、美味しい。本当に美味しいです。何これ、ギリでもいいよっていうギリでもいいよっていうアイテムもあるんですね。そう、ビスケットねマジ止まらなくなるのめっちゃわかる。あれも好きだった、リッツだっけ、名前がちょっと思い出せないんだけど、プリッツ違うな、なんだっけ、あ、プリッツか、いや違う、プリッツじゃない、違うよ、なんだっけあれ、リッツだっけ、やっぱちょっと思い出せないんだよねあれ、プリッツは違うもんな、あ、リッツだ、取った
はこっちの方ですね。あのリッツ結構ね昔よく食べてて、そう、あのやっぱね一度食べると止まらないんですよね。そう、なんかさ、まあリッツはクラッカーなんですけど、そうめっちゃ好きだった昔、もうめっちゃ食べてたの。そうめっちゃ食べてた。でなんかね毎回その箱のなんだろう横になんかアレンジのアレンジとか載ってて、あーいろいろあるんだなって思ったけど、結局アレンジしたことってないんですよ私。もうリッツをもう味もうそのまま食べてバリ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 。そう、今ホームページ調べたらめっちゃ美味しそうなピザのアレンジとかもう最高だよね。そう、基本なんかクラッカーもそのまま食べるタイプなんですけど私。そう、割と基本ね何かしらあんまり何も乗せないで食べることが多いんですけど、そう美味しいよね。リッツパーティーってしたことない、私もない。リッツパーティー、リッツパーリー、おやつかぼちゃディップと羊羹、チーズとブルーベリージャム、はあ美味しそう。ブルーベリージャムだけでも全然いい気がする。それはもう私の好み。季節のイベントレシピ、あーそれでピザが出てんだ。リッツでマルゲリータとか絶対美味しいじゃん。パーリー、美味しそうだね。タコとインゲンのジェノバエ、ジェノバエめっちゃいいやん。っていうかタコが好きタコが普通に好きです。そう、飲み物なしでどれだけ食べれるかチャレンジ、結構きつい結構きつい、飲み物なしはちょっと確かにきつそうね。リッツはテレビの音も、あーでもなんかテレビ見てる時ってなんか口寂しくなりますよね。私ねそういうことが多くってさ、ついつい何かしら食べるけど、きっとそれがダメなんだろうなって思いました。そう、でもやっぱビスコは食べちゃうね。はい、なんか昨日ねそのビスコのホームページ見たんですけど、なんかあの5枚入りの3パックじゃなくて2枚入りの12パックぐらいのやつとかがあったんですけど、見たことないんですよね私それ。そうでも気になるやつあって食べたいんだよね。ね、そう、おうおうクッキーがいっぱい降ってくる めっちゃ降ってくるよね、ほんとに。そう結構ね、そう見たことないんだよね私。あの私いつも行ってる、私まあスーパー時々行くんですけど、そこもあの5枚入り3パックしか売ってないから、そう見たことないの。なんか5枚入り3パック以外に普通のあの通常の赤い箱の2枚ちょっと多め、2枚12パックだったか忘れたんですけど、いつもの箱より大きいなっていうのは1回見たことあるけど、でもなんかもう私はマジ5枚入り3パックしかね見ないんだよね。そう、なんか気になってる味のは見たことなくってさ、なんだっけ、でも最近香ばしアーモンドも見なくなったんだよ、なんで。でもミックスベリーも全然見ないんだよね。ミックスベリーなんか限定でしか売ってないからな。そう、大豆ビスケットも気になる、ミルク&きな粉のそう
でもチェダー&カマンベールもめっちゃ気になるんですよ。2枚どっちも2枚12パックなんですけど、あ、通常の2枚12パックないやん、あれ。でもどっちも見たことないんだよね。そう、コストコ。でも愛媛ってコストコないんだよね確か。コストコ、そう、コストコってさすごいよね。なんか愛媛もさ時々なんかコストコフェアみたいなのやってるんですけど、なんかいつもすげえなって思いながら。コストコってどこにあるんだろう。コストコ店舗一覧。そう、あ、そう、なんか缶にね入ってるやつとかありますね。お菓子専門店とかにあるのかな、駄菓子屋さんみたいな。そこにもなかったんだよね、よく行くんですけど。そう、そう、全然見かけないの、そのチェダー&カマンベールとかさっき言ったやつ全然見かけなくって。おお、関東に密集してんね。はい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 、うん、広島がやっぱ一番近いんだね。そう、コストコね、一回、いや行ってどうするんだ一回行ってみたいと思ったけどね、一体どうするんだ行って。そう、めちゃ降ってくるイエーイわーいそう、何気に怒ってる。怒ってないよでも私そんなにねたくさん量は食べないから。そう、まあ、コストコ行っても意味ないのかな。でもね行ってみたいんだよね、憧れはある。そう、憧れがあり、あれ、あれは違うか、あれコストコじゃないもんな。どうだっけそれはテスコだ、全然違うじゃないか。いや、あのなんか、そう、ちょっとごめんなさい、全く別のことを考えてました。業務用の何か欲しいとかある？あー、なんかでも業務用スーパーとかあるよね。そうだな、業務用、なんかそう、業務用とか全く見たことないからさ、わかんないんだよね何売ってるか。あ、でもまあさ、でもなんかね、まあ見てみたい気がし、見てみたいなとは思います。あ、もうね、イケアもね行きたいんだよね。一回だけ行ったことあるんですけど、もう一回行きたいな。イケアはね、大阪に、大阪のイケア、イケア、ん？イケアでいいのか、どっちだ、イケアでいいか。あの大阪のね行ったことあるんですけど、楽しかったですね。もう一回行きたいね。そう、愛媛ないからね愛媛ないから。そう、そう、なんかねコストコ全然行く機会ないからさ。そう、まあでもね、なんかコストコの商品自体は食べたことある。コストコフェアとかで、そう、食べたことあるっけ、私多分あるはずあるはず。私なんかね、お菓子で話変わるんですけど、なんか食玩専門店みたいなんとかがあったらね行ってみたいなって思うんですよ。そう、結構私なんかね、お姉ちゃんの影響もあってなんか食玩コーナー見るの好きなんですけど、そういうなんか食玩の専門店とかってないのかなって思って、そう、気になってるすごく。はい、
業務スーパーはお菓子の大人買いするには便利。あー、そうなんだね。いいよね、なんか行ってみたいです行ってみたい。こんばんは、どうも。かゆちょっと顔がかゆかった。さくらちゃんウェハースみたいなのあるかな。そう、さくらちゃんのウェハースさ、カード入りの全然見かけなかったんですよ。そう、本当に、え、下かんだ全然見かけなかった。何系の食玩が好き？そうですね、私は結構色紙とかが好き。そう、色紙が好きです。なんかプリキュアだったり、プリキュアとかコナンとか色紙系最近多くって、それカードも好きです。でもあんまウェハース、ウェハースか、カードウェハースはそんなに買わないんだけど、好きですね。ウェハースが好きだからね。結構ウェハースやっぱアイスと合うよね。だったりその、まあ、アイスについてたらさ、やっぱアイスと交互に食べるとさ、食べるから美味しいよね。アイスとウェハースって合いますよね。そう、あとチョコ玩かな、まあ、チョコエッグ好きです。チョコエッグのフィギュア結構クオリティ高いから好きですね。まあ、チョコが食べれないんですけど。そう、バニラアイスに合う、それな、美味しいよね。ウェハースとアイス、あウェハースとアイス本当に美味しいですよね。好きです。だったりとか、なんかパフェにねついてたらちょっとテンション上がるよね。そう、てかスシローに行きたくなるんだよね最近。そう、なんかお邪魔女ドレミのウェハースだったかな、まあ、最近見たんですけど、なんかカードキャプターさくら全く見かけなくって、プリキュアもさそんなには見かけないのよ。色紙のやつこの前買ったやつなんですけど、なんかそう全然見かけなくて、1枚しか買えなかったのがちょっとね残念だった。そう、チョコイクのチョコはいつもお姉ちゃんにあげてる。そう、私甘いチョコそんなに得意じゃないから、そうチョコだけ、チョコ単体で食べるんだったらの話ですけど、そうだからいつも姉ちゃんあげるっつってあげてます。あ、初見さんありがとうございます。あとなんかプリキュアで言うと、去年だったかな、なんかプリキュアのガチャでその歴代のプリキュアのなんかあの変身グッズがそのガチャガチャの景品になってて、やばいこれやんなきゃ、見つけた時にやばいこれやんなきゃって思ったら売り切れだったんですよ、中身が何もなくって。そう、それがめっちゃショックだったんだよね。でもそれ以来どこに行っても見かけなかったし、そう、それがめっちゃショックだったかな。お、初見さんありがとうございます。あ、ありがとうございます、イエーイ。そう、なんでめっちゃやりたかったんですよ。そうめっちゃやりたかった。そう、プリキュアね、私なんかプリキュアのさ変身グッズだったりと か、 なんか必殺技のアイテムとかってそんなにおもちゃ持ってないんですよ。で言うてなんかお姉ちゃんからもらったあのホワイトの変身グッズとルミナスの必殺技のやつとプリキュア5のドリームコレットしか持ってないの私。そう、なんかね、しかもなんかそのあのマックスハートのさシャイニールミナスの必殺技のさおもちゃがさどこにもなくって、絶対捨ててはないと思いたいんですけど、めっちゃお気に入りだったのあれだからさ、めっちゃショックでそれがね、めっちゃショックなんですよね。
だからいつもそのシャイニールミナスがさ必殺技でさ使うときにさ あれどこに行ったんだろうなっていつも思ってんの。そういつも思っちゃう。本当に捨ててはないと思うんだよね。でも本当にねどこにあるかがわからないんだ。っていうかさ、もうすぐでバレンタインですけど、なんか AKB の曲であんまりさそのなんかユニット曲でとかそのまあバレンタインキスとかもそうなんですけど、では結構あのバレンタイン系のさ曲も結構多いと思うんですけど、そうでもなんかあの表題曲っていうかその CD のまあ例えば、まあ、表題曲っていうまあ CD 曲 CD の曲表題曲ってさあんまりバレンタイン系の歌ってそんなにはないですよね。ちょっとどうだったっけ、いやこれとかそうだよってあったらちょっとあれなんですけど、そうあんまりないような気がするんだけどどうなんだろうって思って、そうなんかあのユニット曲はさ多いけどなんか16人で歌うとかってやつで、まあ、あんまりないよね。そうなんか私ふとその AKB のバレンタイン曲ってなんだろうって、まあ、そう何なんだろうって考えた時にあれそんなにないかなって思って、そうなんかユニット曲多めですよね。多めっていうかユニット曲だよねそう、あのねチーム4の手綱でやってるチョコの行方だよね合ってるよねとかなんかそういう感じのしかないよねって思って、そうあんまりなんだろう聞いたことないよね、はいまあねもうすぐでバレンタインっていうことで今年は私何も作らないのでなんかねそう寂しいだなっていうふうには思うんですけど、そうやっぱ高校生の頃とかは友達にね送ってたから、そうなんかね今年何作ろうかなとか考えてたけど、もう去年からねそういう渡す相手ももういなくなったので、そうそう作らないっていうか作れないんですけどね。そうおおなんだレターの中からこんにちはってハートが出てきた、かわいいね。まあ作らないというかね作れないんですけど、そうそう友チョコです。なんかねそうあげる子いたんだけどねやっぱ卒業してからさ会わなくなったし、そうだからもうそんなこともなくなってちょっと寂しいなとは思うんですけど、そうこう降ってくる。そうだからねなんか今年なんかバレンタイン配信なんかできたらよかったんですけど何も作れないからどうしようってなってるそう何も作れないんですよ本当に。そうだからさどうしよう、バレンタインらしいことってもうあとないんだよね、なんかあるかな、そうって思ってるよ。よいしょ、はい、ということでね、じゃあ今日はちょっと短いんですけどここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいきます。13位から13位から13位キャパさん、12位モノシャルさん、11位プレジョンさん、10位ジミーさん、9位イタちゃんさん、あちょっと待ってランキングが変わったのでもう一回、
13位モノサルさん、12位ジミーさん、11位山和さん、10位キャパさん、9位ロミツさん、8位夏目さん、7位アーキーさん、6位玉国さん、5位イタちゃんさん、4位プレジョンさん、3位桃の天ぷらさん、2位カラスのカーコさん、1位がハエちゃんさんでした。はい、というわけでね、今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。またね、ありがとうございました。